皆さんこんにちは、サンダーボルトの早川さん、こんにちは、はい。あの新しいモデルが CJ シリーズで入ってきたんですけれども、はい、なんかシェーパーも新しくて、なんか聞いたことある人なんですけど、そうですね、よく間違われるんですけど、はい、これカリフォルニアのウェイン・リッチさんという、うん、まあ、ちょっとレジェンド的なシェーパーなんですけど、はいはい、で彼が、まあ、去年ぐらいから、まあ、CJ とコラボをして、まあ、テストをずっとしてたんですけども、でまあ、CJ の中で、まあ、今まで2プラス1、まあ、ほぼシングルフィン多いんですけども、2プラス1ってまあシナーっていうのがあったんですけども、ありましたね、シナー、はい、それはねやっぱちょっとパフォーマンス寄りなんですけども、これはどっちかというと、まあ、もうオールラウンドに行ける、2プラス1で、まあ、ボトムの形状もね、ちょっとまあなかなか、ラウンドなんですけども、こうレールがかなり薄い、薄いですよね。薄いですね。で、これも長さのが91、94、911ってありますんで、まあ、いろんな体重のある方とか、そのサーフィンのスタイルによって、板の長さをチョイスできますね。であと、かなりこうノーズコンケープも深く入ってるんで、すごい入ってますよ、ね。ノーズをね、結構かなりこう安定して、こうスタックすることなく、こう進んでいく感じだと思いますね。すごいなこのノーズコンケーブル、かっこいいっすね。カリフォルニアのシェーパー、カリフォルニアの方なんですね。はい、シェーパーはもう長くもベテランのシェーパーさんで、でこの間のボードショールームで、はい、日本にも来ていただいたんですけど、あ、なんか来てましたね、はい、とっても気さくな方で、このモデルはヒーブンという、はい、ヒーブンですね、はい、今年うちで一番売れてるモデルです、ヒーブン、もう最新入荷で、結構横浜店さんにはもうヒーブンが結構揃ってますんで、そうですよね、今年のナンバーワン人気の CJ のこのヒーブン、ウェイン・リッチさんモデル、そしてこの乗りやすさってやっぱりこれ幅があるからっていうことなんですか。そうですね、あと、まあ、このテールがこうスクエアテールですね、はい、はい、でここも最後までこうラウンドボトムになってまして、であと、まあ、特徴はやっぱこれ2プラス1がやっぱ相性がいいと思いますので、はいはい、まあ、2プラス1でも、まあ、かなりこうパフォーマンスもできるしノーズもいけるという。この人ボードショーの時にもやっぱシェイプしてましたもんね。はい、してました。すごいですね、ヒーブンです。今年はこれがおすすめということですね。はい、もう最新モデルですね。ありがとうございます。そしてですね、この素材なんですけど、この素材すごい軽いんですけど、これはですね、これ白く見えんですけど、これ、ね、何ですか、早川さん。フルカーボンなんですけど、フルカーボンなんですか、はい、これ、まあ、今年からちょっと新たに、まあ、前からはやってたんですけども、今年からちょっとまた質を変えて出してきた、まあ、ブラッシュドカーボンで、特にこの白っぽいのはちょっと樹脂にレジンにもちょっと白を入れて、あ、そうなんですね、はい、それでこうちょっと白っぽい感じが より出てるんですよね。そういうことなんですね。これレジンカラーも入ってるってちょっとおしゃれですね。そうですね。であとはやっぱ白、まあ、カーボンですけど、こう中はカーボンなんですけども、やっぱ白っぽい部分が多いんで熱なんかにも結構強いですね。ですよね。もう間違いなく黒い板とこのプラスカーボン この、まあ、ホワイトが混ざってる板と比べるとやっぱ熱の感じも全然違います、ね。間違いますよね。これが新色です。皆さんおすすめです。そしてこちらのうちで一番売れてるスプラウト、これも定番中の定番ですよね。こちら96なんですけど、はい、これはもともとこの上に10 と、この96と、あと今年リリースされた92というのがありまして、はい、うち全部あります。でスプラウトはとにかくノーズライダー、とにかくノーズライダーのボード欲しいっていう方にはもう間違いなくこれです。ですよね、はい、テイクオフの速さ、ノーズの安定性、もう全てにおいて、もう
文句のつけようがない。おお、すごいっすね。でこの板はやっぱすごいのは、あの乗り手を選ばないというか。お、いいですね、嬉しいです、ね、どんな人が乗ってもこのノーズライダーを調子悪いっていう人はいないはずです。ですよね。それぐらいの完成度が高いんですよね。そうなんです、うちも結構これ売ってますけど、はい、本当みんな調子いいって言って楽しんでもらってます。テイクオフの速さ、ノーズの安定性、あとはこのレールですね、はい、このレールを入れた時のターン、これももうちょっと他にはないも独特というか、もう素晴らしいところですね。ぜひですね、このスプラウト皆さんまだ持ってない人は見に来てください。そしてそうですね、で女性の方なんか今年ナインツも出たんで、はい、いいっすよね。取り回しも楽なサイズで、はい、この当然このスプラウトのナインシックスとかテンとかも同じ流れを引いてますので、とても乗りやすいなと思います。ありがとうございます。こちらが今素材的にはこれはジオン、ジオンですね。ジオンっていうのはどんなイメージなんですか、早川さん。ですね、この白いのをジオンって呼んでますけど。そうですね、はい、ジオンも、はい、今カラーのファイバーを使ったジオンもあるので、あ、じゃあこれもそうですよね、はい、この辺なんかカラーファイバー、ね、ジオン、これはカラーファイバーのブルーのファイバーとレッドのファイバーで、あー、しかもこれもあの樹脂にこう色をつけることによって、まあ、青はより青っぽく、赤はもうより赤っぽい。綺麗ですよね、この色、はい、これはちなみにウェインリッチさんのヒーブン、ヒーブン94と、こちら91ですね。そしてこちらがジオンのシリーズで、これがスプラウトが、はい、この黒は何ですか。これはですね、これもあの先ほどの、はい、ブラシドカーボンで、はい、これは逆にあの黒の、うん、レジンの中に黒の色を入れて、だからこういう色なんですね、はい、あのまあ、黒の金、まあ、ティントカラーですね、はい、レジンカラー、ブラックレジンカラー、これおしゃれですね。そしてこちらがさっきおっしゃってたジオン、スプラウトのジオン。でこれは何ですか、スプラウト10フィート、ブラッシュドカーボンで、これはあの逆にさっきはあの白の色を混ぜてましたけど、はい、これは混ぜてないです。これその通常のブラッシュドカーボン、はいはい、なるほど。の10フィートもしっかり置いてあるという、はい、素晴らしいです。そうですよね、10もおしゃれですよね。皆さん10フィートありますよ、今でしたら。探してる方結構多いんですよ。そうですね、10はね、やっぱ意外にやっぱ大きいんで、はい、やっぱこうお店も置きる、こう建てられるお店も限られますよね。そうですよね、ないですよね。そうです。この同じモデルでもいろんなバリエーションがあります、選べます。そしてあとこのデッドクークス、はい、こちらどんな感じですか。これがあの、まあ、去年からリリースしたんですけど、はい、まあ、このデッドクークスっていうのはあのイーデンソールという、まあ、シェーパーのブランドで、まあ、それのコラボモデルですね、まあ、これはね本当にあの次世代シングルフィンというか、あの次世代シングルフィンです、はい、皆さんノーズもすごく、はい、ノーズ本結構はい、あとやっぱこのエッジですよね、ここもエッジも立ってますし、あのちょっと次世代、まあ、ノーズもできる、あのパフォーマンスもできるっていう、まあ、本当に次世代なシングル。面白いですね、デッドクークス。ぜひですね、この辺ちょっと長めのシングルフィンを探しの方はぜひお店に来てほしいですね。そしてこれが定番の CJ クラシック、はい、この9号もものすごく売れましたよね。これはね、本当に癖がなくて、はい、ロッカーもそれほどついてないんで、うん、まあ、テイクオフも早いし、あとこのボトムの形状、これもやっぱすごくこう操作性が、操作しやすいようなボトムになってますね。このようにですね、CJ ネルソンシリーズ、完璧に揃ってます。ですよね、早川さん。はい、完璧だと思います。ありがとうございます。それではここで早川さんの念押しもあったということで、皆さんぜひですねお店に見に来てください。これ全部サンダーボルトあります。今日は早川さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。